校舎東側岡崎市立北中学校は、愛知県岡崎市上里にある公立中学校。1988年4月1日、青井中学校、岩津中学校より分離、独立した形で発足した。岡崎市17番目の中学校である。岡崎市の北部に位置し、西に矢作川、東に三河高原を眺望し、三河高原南端部と岡崎平野東端部の、 教会にあたる。岡崎市立北中学校の教育目標は、国旗、友愛、務枠の精神を石杖に、新しい幸福と伝統を創造する心豊かな生徒の育成を目指すことである。自ら折りし、心豊かに生きる生徒の育成自ら学び、深く考え、粘り強く追求する生徒の育成安全に心がけ、進んで心身を鍛えることのできる生徒の育成月によって、 日の出が違うため朝の部活の開始時間は決まっていない。岡崎町物語31大門学区。岡崎市市政100周年記念サイト。2020年7月26日閲覧。教育要覧。岡崎市教育委員会。ピアニッシも106から107。2020年8月23日閲覧。教育要覧。岡崎市教育委員会。 ピアニッシモ120から1212020年8月23日閲覧教育要欄。岡崎市教育委員会ピアニッシ百122から1232020年9月27日閲覧本校の概要岡崎市立北中学校2010年9月19日閲覧ありがとうございます